皆さんこんにちは。バーチャル YouTuber をしているメイドのリコです。勇者パーティーを追放されたビーストテイマー最強種の猫耳少女と出会う12話、いよいよ最終回ですね。前回は奴隷となっていた最強種の狐娘を息子から NTR して救い出しました。テイマーの主従契約と奴隷のシステムが同じってことは、使い魔は奴隷なんじゃんっていう事実陳列罪はダメですよ。仲間なんですから。全く契約内容が見えず、テイマーにしか利益がないからといって奴隷ではないんです。主人公様はただ自分が傷つかないように離れられぬ絆を最強種に結ばせて裏切らないように縛りつけて、最強種の能力を享受しているだけで全く悪くないんですから。人格者なんですから。話を戻して、その後息子が強制生贄されてしまい、魔族が登場しました。この魔族はどうやら主人公様の里を滅ぼした張本人のようです。さあボコボコにしましょう。どれくらい楽勝で倒せるのか楽しみですね。これよりネタバレを含みますので、嫌な方はチャンネル登録をしてからブラウザバックしてくださいね。いいですか？始めますよ。それではビーストテイマー12話のあらすじはこちらです。魔族の目的は住民全員だ。そんなの認められるか。けど相手は魔族だし、みんなを巻き込ませるのはなぁ。はっ、よしみんな行くぞ。魔族はジオラマみたいな建物を次々と破壊していき、やや真剣味が感じられない表情で逃げ惑う住民たち。主人公様たちが到着し、攻撃を仕掛けるも全く効いていない。魔族は数的不利を悟り、魔物を無数に召喚して攻撃を仕掛けてくる。それらを難なくいなし、魔族へ最大限の攻撃を仕掛けるもまだ倒れない。さらに大量に魔物を召喚し、どこかへ飛び去ってしまう。魔物たちが四方に散らばり、住民たちを襲撃していく。主人公様は住民たちを救えるのかという感じです。お疲れ様でした。本当、13話があるって？まさかそんなバカな。いい感じで終わったじゃん。13話なんて打足でしょ。もう十分楽しみましたよ。いいじゃん。これでこれ以上何を語ることがあるって言うんですか。この後に及んで、どこにでもいるただのビーストテイマーさとか無自覚発言した時はかなりイラッとしたんだし、もう喋らなくていいよ。ぐだぐだ言ってもしょうがないので、全体の感想は13話の時にして、12話の話をしましょうか。冒頭からもうね、きっつい。俺仲間思いなんだぜアピールと、みんなが同意しないと動きませんアピールが強すぎる。今回はついに周りは何も言わずにアイコンタクトで促してきましたし、もう主人公様の背中押すの面倒くさくなってきてるんじゃない？もう目で通じるから言わなくていいっしょ。ってなってそう。みんなを巻き込ませるのは悪いと思っているのなら、すぐに飛び出せば良いものをさ。ぐだぐだ考えて背中を押してくれるのを待っている姿が。自分一人で行くのはきついなぁ。みんなも一緒に来てくれないかな。でも自分から言い出すのは気が引けちゃうから、向こうから同行の意思を見せてくれないかな。という優柔不断というか、指示待ち人間というか、察してちゃんというか。そうは思ってないんでしょうけれど、そう見えちゃうの。何回もやってるから。そうじゃなくってさ、俺は一人でも行くぞという強い意志を持った瞳で振り返ってみんなを見つめるとか、みんなは危険だからここにいてくれと直接言うとかすれば、自分から行動しようとするなんて少しは成長したんだねって思えるんですよ。全く成長しませんでしたね。少し軽い疑問なのですが、こんなに街がしっちゃかめっちゃかで混乱してる状況なのに、ギルドはなんで主人公様たちが先陣を切って戦っているのを知っているんでしょうね。主人公様の周りにギルド職員がいたとか、住民が主人公様の活躍を見てギルドに報告しに行ったとか。しかも冒険者たちに依頼するのが主人公様パーティーの援護ですか。住民の救助とか魔物の討伐とか具体的に言った方がいいんじゃない？主人公様が何をしようとしているのかなんてわからないんだしさ。そして魔族強かったですね。最強種4人とそれらが合わさった主人公様相手でも大苦戦でしたね。魔王はこれ以上の存在なんでしょ？勇者は無理ゲーじゃない？
今の段階では勇者は絶対に魔族一匹すら倒せないしさ。戦場に出てこなかったのはむしろ正解でしたね。主人公様よりも強くないと魔王討伐は無理なわけだけど、主人公様は最強じゃん。つまり誰も倒せないじゃん。どうするんだろう、倒せるのかしら。あと、主人公様の里を燃やし尽くした剣はどうなったのでしょうか。何の言及もなかったけど、前回のシーンってただのイメージ画像だったわけ。そんな紛らわしいことします？あの回想、妄想が出たってことはあの個体だったわけでしょ。わざわざ出すくらいですから。どうしてあのシーンを入れたのかの謎が回収されないまま終わって消化不良です。しかし最後の戦闘はかっこよかったんじゃないでしょうか。ビーストテイマーって何でもできるんだなーって思いました。なぜか魔族が最後串刺しになっていたのは謎でしたけれど。最後にニーナのお話ですね。空間操作という特殊能力が使えるようで、それで瞬間移動ができるようです。つまり主人公様も空間操作が扱えるようになってるんでしょうね。強くなりましたね。それでニーナの故郷なんですが、ニーナがいなくなったことで全員どこかへ去ってしまったようです。神様がいなくなった土地に居続けたくはないでしょうし、当然でしょう。これで名実ともにニーナは主人公様のそばに居続けないといけない理由ができちゃいましたね。主従契約をしたら逃げることはできないのだ。やったことって救出しただけなのに、好感度マックスですからね、ちょろいもんですけど。村人はニーナが連れ去らわれたという事実は知ってますよね。どうして誰一人救いに行こうとしないんですかね。ニーナがこの土地に愛想尽かしたかなんかして自分から去っていったのならわかりますよ。神様でしょ、崇め奉っていた存在でしょ。なんで本気にならないわけよ。その程度の存在だったってこと、薄情すぎませんか。物語がニーナを手元に置きたくてしょうがないっていう雰囲気が伝わってきちゃうんですよね。でも村があったとしても、一度顔を出したらまた主人公様にくっついて帰ってきそうですけれどね。それでもいいんですよ。重要なのは神様を亡くした村人たちの行動ですから。神様をないがしろにしすぎていて人間味がないですね。さて、いい感じで終わったはずなのにまだ1話残っているということなので、次回何をやるのか楽しみに待っていましょう。くだらない内容だったらブチギレますよ。今回の動画はいかがだったでしょうか。このような感じで、私が思ったことをありのままに話していきます。このような私に話してほしい作品がありましたら、概要欄にあるリクエストページよりリクエストをお願いします。気に入っていただけたらコメント、高評価、チャンネル登録をよろしくお願いします。メンバーシップも始めたので、よければメンバーにもなってください。私がすごく喜びます。また次回、感想を言いたい作品がありましたら、お会いいたしましょう。